せーの、せーの、ドン。というわけで、はい、見ていただいた皆様、あのドリーマーズユニオンクワイア、ね、結果3位ということで、頑張りました。まあ、こんなジャンル外の音楽に初挑戦で十分な結果だと思うね。アレンジも100点いただいて、はい、ね、まさかの1回戦最高得点、だよね、本当にありがたいよ、ね、その時のジュオすごかったよ、すごいマジで、人生最高に見なかった、みんなやってよ、今やってよ、今やってよ、今やってよ、時代渡しましたもん感情、いや私ジュオに対してよかったねってポンポンってやりたかったんだけど、ずっと飛んでるなんか届けるやるからには優勝とか思いも、うん、ありつつも、でもまあ本番入ったらやっぱりみんなすごいし、とにかくなんとか2曲歌いたいっていう、うん、2曲用意してたわけだから、うん、なんとか2曲歌いたいっていう思いで行ったから、もうそれはとにかくそれだけでも贅沢な、そうですね、まあ、本当にみんなめちゃめちゃ良かったね、今までのレベルの中でどのぐらいだったんですか？でも過去最高って言われてたんですよ。そうだね、うん、言われてて、いや本当にでもみんな、うんうん、あそれだけなんかアカペラも進化してきてるんだろうね、すごいね、あのちょっとね僕らも面白くなっちゃったので、あのアカペラのアレンジいくらかやるかもしれませんので、楽しみに、ね、もっかれてね、はい、そうだね、というわけで、あの今回の出演に関するあの後日談とかエピソードとかまだまだあるし、今日ちょっと来てないメンバーもまた喋りたいと思うので、また動画をお届けします、はい、楽しみに見てください、ありがとうございます、あ、番組見てくれてありがとうございました、ありがとうございました。